こんにちは。速稼塾の久保でございます。今回ですね、暗号通貨の、なんだこりゃ、みたいな、ね、妙なコインを振り返るということで、2014年から暗号通貨業界にいて、実際に1億円以上の利益を上げてきた私、速稼塾の久保がですね、いろいろとここで振り返ってみたいと思います。まず一つ目は、ご覧いただいている、このクローバーコインってやつですよね。このクローバーコインっていうのは私はあまりよく知らないんですけども、実は2014年、2015年あたりだったですかね。あるね、その時関わりがあった占い師の方が私のところに来てね、ものすごい情報を知ったんだよと。そして自分のこの霊感をもってして未来を見通したら、これが間違いなくこれからの時代世界で流行るんだ。だから久保さんもこれ絶対買っといた方がいいよというふうに熱心に誘ってくれたんですね。それがこのクローバーコインだったんですよ。で、私はその時すでに別の暗号通貨、当時カルダノというね、プロモーションがあったんで、そちらの方に参加していたんで、もう暗号通貨に投じる余剰資金がなかったんでね、そのクローバーコイン、その他のいろんな出始めの暗号通貨に興味があっても、購入する余力がなかったんですよね。ですんで、その時はもしかしたら乗っとけばよかったかなと思いながらも、お断りをしたんですよ。で、それから数ヶ月後、その方との連絡が途絶えました。そしてクローバーコインというものに関わったセールスマンが次から次へと離反していくっていうことが知らされたんですよね。でも同時期にクローバーコインにさらに熱を上げて熱心にやってる人もいたと思いますんで、この時から私の耳に届いた情報っていうのは偏っていたんですが、どちらにしてもね、購入しなくてよかったな、参加しなくてよかったなと思ったんですよ。というのが、その占い師の方がクローバーコインに対しての情報源だったんで、その方との縁が切れたらね、私情報がなくなったりとかサポートが受けられないっていう状態だったんですよ。ですんで、その占い師の方がずっとね、私のところにそばにいてくれればいいんですけども、引っ越していったり、それからその方にね、暗号通貨以外のコンサルを受け付けた方がお金を払ったんだけども、何もしてくれなくって、ついにはね、あまりにもお金を吸い取られすぎて、生活破産してしまってですね、生活保護にそのまま行ってしまったというところを見て、なんてひどいことするんだと思ったところがあったんですよ。どちらにしてもそういうふうに腰の入ってないサポートがね、浮き彫りになって、その占い師の方はすごくね、魅力的な方だったんですけども、ビジネスやそれからこういった暗号通貨のセンスはなかったなということで、本当に限定的な才覚だったんですよね。そこまでは否定しないんですよ。だからそういう方だったなと思って、ちょっと残念な気持ちを、覚えたのをね、思い出しましたね。それから数年後、クローバーコインっていうのは全く効かなくなりましたし、クローバーコインを買った人がですね、全然お金が戻ってこないと、どうにもなってないというふうにいろいろと言われてたのを聞きました。ただこういうのってのは、詐欺かどうか分かりませんけども、仮に詐欺だとしてもね、そういうのも込みで投資ですからね。だから事業の失敗も当然あると思うし、暗号通貨を思うように流行らなかったっていうところもあったり、あとはね、暗号通貨のプロジェクトを始めたら思いのほかお金が集まりすぎて、もう暗号通貨のプロジェクトを途中で投げ出してね、その集まったお金でもう遊んじゃえみたいな気持ちになる方もいると思いますんで、いろいろと学べるところが多かった時代だなと思いましたね。これがクローバーコインっていうものだったと思います。